ちょっとこれは日本ではなかなか見られないね、こういう流れは。ここが、キーナイリバーのおそらく一番最初の瀬、ナップタウンラビット、ラピットです。ちょっとこの流れはすごいな。わかる？海みたいにね、波がこっちに来てんのさ。こういう川の流れ方はなかなか日本ではしないよね。まあ、基本的にやってることはどこでも一緒。でっかい重りをドボンと沈めて、スナッキング、それが基本みたいね。お、かかってるかかってる。ああ、外れた。ちょっとこの流れは、凄まじい。これはちょっと日本じゃないね。おそらくここでキングがかかっちゃったりしたよ、するようなもんなら、まあまず取れないでしょう。すっげえな。ここは結構上流部ではないんで、カシロフまでは行かないけど、結構川が白っぽい感じ。すごいよね、これは川の、日本の川の流れ方ではまず絶対にないよね。ちょっと見たことはないね、俺は少なくとも。こういう押しの強い流れで大石が入ってる場所はあってもね、ちょっとこういう雰囲気で流れないよね。このぐらいの一本背があったとしてもこういう性格の川にはならないね。やっぱキーナイはちょっと九頭竜川の親分って感じだね。ほんとすげえわ、この川。まあ見渡す限りポイントだらけ。いや、凄まじい流れだね。ここの背からの落ち込みなんてなんかいないわけないでしょ。これ絶対なんかやばいやつが上から流れてくるもん狙ってるでしょ。明らかにもう作ったようなポイントの感じだよね。すごい。今までキーナイをやってたのはずっと上流部だから、こういうポイントは実はね、背がね、かっこいい背とね、あと
絶対に、おそらく機内でも1、2を争う超ポイントはあるんだけど、そこはちょっとトレイルロードが長いんで、ここら辺からもう足元が深くなってる。今膝ぐらいで、一歩踏み出すごとにもう深さが感じられる感じ。ここはいるでしょ、どう考えようとも波じゃないやつが。なんかな、こういう高架がかかってるところとか、ほんと九頭竜のあれは五松橋かみてえな感じだな。本当にどうだ茨城缶釣り、ここやりてえだろ。間違いなく釣り師の心を熱くする流れだよね。わお、かかった。レッドはセカンドランがでかいって聞いたんだけど、大したことねえぞおい。ファーストで俺がかけたやつの方がでけえぞ。とりあえずお話はこんぐらいにして、このスーパーグレートエクセレント、スーパーエクセレントクールクーレスクーラークーレストな、この超かっこいいところで俺は釣りをしちゃうわけさ。どうだ日本のお前ら。そして魚じゃらしを投げちゃうわけさ。どうだ日本のお前ら、俺はアラスカにいるぜ。こんぐらいにしとくか。では以上です。少しやってみます。